フェルチョブゾーニは、イタリア出身でドイツを中心に、世界中で活躍した、作曲家、編曲家、ピアニスト、指揮者、教育者。本名は、ダンテ・ミケランジェロ・ベンベヌート・フェルチョブゾーニ。作曲家として、新古典主義音楽を提唱しただけでなく、電子音楽や、微分音による作曲など、未来的な音楽像を提唱した。イタリアのエンポリウまで、 少年時代をほとんどトリエステに過ごす。母親、アンナバイブゾ造には、トリエステ出身のプロのピアニストで、祖父ジュゼッペ・バイスを通じて、ユダヤ人の血を引いている。イタリア人の父親、フェルディナンド部造には、プロのクラリネット奏者を務める傍ら、画業もこなし、部造ニの少年時代に、両親はしばしば演奏旅行を行った。部造には、振動で、 7歳で両親の公開演奏会においてデビューした。数年後にはウィーンで自作のいくつかを演奏し、フランツ・リストのピアノ演奏にも接した。ウィーンではリストやヨハネス・ブラームス、アントン・ルビンシテインにも面会している。リストはブゾーニの演奏の進化について消極的な変人を出したらしいが、一方のブゾーニはリストのピアノ曲はピアノ芸術のアルファにして、 オメガであると最大限の賛辞を捧げており、リストのピアノ曲の工程、編曲も手掛けている。13歳で24の前奏曲オッパス37を完成、その他大量にピアノ作品を作曲したが、少年期の作品はあまり意味がないと武蔵には、この時期の作品の完成度に否定的であった。その後、彼の周囲に作曲とピアノで並ぶものはいなくなり、 アントン・ルビンシテイン国際音楽コンクールの作曲部門とピアノ部門の両部門に挑戦し、作曲部門は優勝、ピアノ部門は第2位という結果を得て若手のホープに踊り出た。部蔵には短期間グラーツで学んだ後、1886年に大仏プにヒに赴き、その後いくつかの教職に就く。まず1888年にヘルシンキで教鞭を取り、同地で 後の藤にエルダ・ショーストランドに出会っている。1890年には、モスクは翌年から1894年までアメリカ合衆国でも教弁を取った。アメリカでは、ビルトヨーゾのピアニストとして演奏旅行もこなしており、有名なバッハのシャコンヌの編曲もこの頃に手掛けたようである。1894年に、ベルリンに教を構え、同地で、 ピアニストや指揮者として一連の演奏会を行い、とりわけ同時代の音楽の普及に努めた。ウィーン国立音楽院やバイマル、バーゼルでは、数々のマスタークラスで教鞭を取り、クラウディオ・アラウやエゴン・ペトリラの門弟を育てた。ピアノ競争曲は完成できなかったオペラ、アラジンから派生した作品であったが、この競争曲完成後は、ロマン主義からの脱却と新古典主義への偏愛を、 見せるようになる。この頃から、ピアノ演奏法の著作に取りかかる。第一次世界大戦中は、まずボローニャに避難して、音楽院を監督し、それからチューリッヒに移った。交戦中の国々で演奏することを、その間、拒否し続けた。チューリッヒ時代の弟子に、後に、米国における、電子音楽の先駆者の一人となる夫を、ルーニングがいる。1920年に、 ベルリンに帰り、作曲のマスタークラスを主催した。有名になった、作曲家の弟子に、クルトバイルや、エドガー・バレーズ、シュテファン・ボル・ペラがいる。1914年に、オペラ、ファウスト博士に着手したが、未完に終わった。部蔵には、腎臓病のために亡くなり、ベルリンで埋葬された。ブライト・コプ・フーンとヘル・テル社から、盛んに作品の出版が行われていたにもかかわらず、 没後は多くの作品が品切れになり、し叩たたく間に忘れられた。特に少年期には契約した出版社が多く、作品全曲の収集は極めて難しかったが、ラリー出キーが可能な限りのピアノ作品全曲の収集に成功、著書も出版された。大竹道や、や武ーニによるバッハのオルガン作品のピアノ編曲に関する考察演奏家の視点から、 ハタノさゆり、フェルッチョブゾーニの夢読みぶり日本交響楽団、デラクーリング、フェルッチョブゾーニ、A、ミュージカルイシュマエル、P352、スケアクローパープル、2004、全音版、バガニーに練習曲のブゾーニの略歴、ブゾーニザピアノ、ザワークス、ザライティングス、アンドザレコーディングス、コントリビューションスツーザスタディオブミュージックンダンス、バイラリー漆器。ありがとうございます。